こんにちは、平田フットボールクラブでございます。さあこの時間はですね J2 の第37節、3連戦の3戦目、まあ、今シーズンのまあ連戦はまあ基本的にはこれではある、まあ、他の、まあ、チームによっては3連戦以上のチームもありますが、基本的にはまあ3連戦はこれで終了するということになりますが、37節が37、38、39、40、41、42、この節含めて残り6試合ということで本当に終盤戦ということになりますが、そのゲーム見ていきたいと思います。でその前になんですけど、ちょっと以前ですね、平田フットボールクラブでちょっとステッカー作りたいなみたいな話をしたと思うんですけども、ちょっと実際にそのちょっとサンプルみたいなのも送っていただいたりもしましたし、結構デザインもたくさん送っていただいております。しっかりとチェックしております。で、この辺は、ちょっと今忙しいバタバタしておりますので、シーズン終わってからちょっとそちらの制作の方に取り組みたいなと思っておりますのし、まだちょっと募集しておりますんで、平田フットボールクラブのステッカーこんなんいいんじゃないかなみたいな案がありましたら、ぜひぜひこちらの方に送っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあそれでは37節見ていきましょう。用意スタート。さあ37節は、9月の17土曜日に1試合で、18日日曜日に9試合で、月曜日に1試合と3日間に分かれての開催ということになります。さあ上から見ていきたいと思いますが、この土曜日の1試合がこれまた熱いですね。3位ファジアーノ岡山と7位ビファーレン長崎のゲームということで、こののっけからかなり熱いゲームがあるなということになりますが、岡山の方は前節5戦ぶりの敗戦、長崎の方は、まあ前節勝利した。で長崎はあの前節3バックでしたけども、これをなんか継続していくのか、いやこの前のゲームだけで、このまたこのゲームで戻しますよみたいな形にするのか、このあたりはちょっと見ものかなという感じがいたしますし、まあ、岡山はここ最近はずっと3バックですから、この3バック対3バックになるのか、長崎は4バックでやってくるのかみたいなところも、かなり注目かなという感じもありますし、まあ、ここ最近ずっと連戦ですし、まあ、どのチームもコンディションみたいなところありますが、まあ、選手を、どの選手を使ってくるのかなみたいなところは岡山長崎もどちらもちょっと注目な感じがいたします。長崎の方はやっぱクレイソン選手が非常にいいで、前節はやっぱ途中から入りました澤田選手が入ると、やっぱこう前にこう力が出るというところで、岡山はそこで抑えながら、そしてプラスホームの力がありますから、そこはその岡山のホーム力で、長崎のそのここ最近のやっぱりちょっとこう総合的な力があるというところで、これどちらも結構譲れないゲームになっていくのかなという感じがいたしております。で3連戦、まあ、これ終わるんですけど、まずは長崎行きましょう。長崎の方はこの岡山戦終わりますと、またミッドウィークにゲーム入ります。でこれホームで栃木で、これが9月の21日で、9月の24日またホームなんですけども、横浜 FC 戦というところで、長崎結構大事なゲームあるかなと。逆に岡山なんですけども、9月に入って山形戦、徳島戦で、この長崎戦なんですが、これで3連戦で、次節がホームで仙台戦というところで、これやっぱ勝負の9月になってるなという岡山、本当にどちらにとっても大事な9月かなという感じがしますが、この、岡山と長崎どんなゲームになっていくでしょうか。続きまして4位仙台と10位徳島、これもおもろいんじゃないですか。仙台の方は、まあ、5連敗ありましたが、前節ようやく栃木に勝利してというところで、まあ、伊藤明監督体制になって初めてこのホームでゲームするというところ、まあ、前節の、勝利を生かしたいということになりますが、ここ徳島、最近の徳島負けないどころか勝ってますというところ、14戦負けなしで、ここ5戦では、4勝1分けというところで、非常に、引き分けを勝ちまで持ってきているというところで言いますと、このゲームは非常に面白い。なんなら徳島がちょっとボールを持つ可能性あるんじゃないかなと、ここ最近のゲームを見てますと。仙台はそのあたりをしっかりと守りながら、自分たちの形に持っていきたい。逆に徳島の方はこの仙台の今ゴールキーパー小畑選手非常にいいので、この小畑選手が好セーブを連発してもなおかつ徳島は攻めきれるのかみたいなところ、だからある種どちらも耐えるところは耐えて自分たちの形に持っていきたいということになっていくと思います。これちょっと楽しみですね。
さあ続きまして、13位ブラブリッツ秋田は20位ザスパ草津群馬を迎えてのゲームということになります。秋田の方は、ここ3戦負けなし、まあ、やっぱりこう粘りの守備というのはここ最近でも出てるなという感じがします。そして群馬の方は、4戦勝利がないというところですが、まあ、3戦連続引き分けでなんとか勝ち点 1ずつでも加えていける、まあ、群馬は前節、まあ、リスクを回避、まあ、ちょっと失点したくないというところではありますが、でどちらもロングボールはちょっと増えるところがあるとは思いますが、いかにミスを犯さないように戦いながらもちょっとリスクを犯して攻撃に出られるか、そのあたりちょっと注目かなという感じがいたします。でザスパ草津群馬のゴールキーパー、ここ最近では山田浩二選手という、選手が出てます。この選手本当にその言葉力があって、ゲームが出ない時でも、チームの選手に声をかけるというようなシーンが多く見られます。で前節ゲームが終了しましてインタビューされまして、まあ言葉力というかハキハキしてるというか、しっかりと受け答えすると。で今チームは苦しい状況ですけども、チームに必要なことは何ですかと山田浩二選手は聞かれて、強烈な日常ですと言い切りましたね。でその後もうすんごい目力でカメラを見ながら喋り出す山田選手、あれこの光景どっかで見たぞと。この山田選手の、プロフィールを見ますと、なんとこの山田浩二選手は沼津の U15 出身ということで、なんと多分ですよ、吉田健イズムがここにも浸透してるな。だからこの秋田と群馬、まあ、もしくはゴールキーパー誰が出るか知りませんよ、群馬でこの山田浩二選手がスタメンだったら、秋田の監督は吉田健監督、これはなかなか見どころいっぱいありますけど、そこも見どころかなと、個人的には思っております。すごいですよ山田浩二選手の、インタビューちょっとぜひ見てみてください。さあこれも注目のゲームになります。8位山形と、9位ジェフユナイテッド千葉とのゲームということになります。山形は1試合少ない状況ですが、ともに勝ち点52という状況になってます。山形は前節見てても攻撃に入った時はやっぱり面白いですね。このスピード感とこの全員が絡んでいくようなその勢い、いや本当にいいんですけど、ただ千葉、これ東北のアウェー連戦になるんですが、前節ちょっと自分たちのリズムではなかったんですけど勝っている、そして現在2連勝中というところでは、千葉もなかなかこれはリズムに乗っていきやすいというか、なんとかもこのまま終盤に持っていきたいというゲームになってくると思います。まあ、多分山形は戦い方を変えないと思いますが、千葉が前から行く時もありますし、ちょっと引き込むような時もありますが、この山形に対してどれぐらいのところからプレッシャーをかけていくのか、ちょっとラインを下げて受けてから行くのか、前からプレッシャーをかけていくのか、この千葉の出方によって、ゲームのその表情は変わってくるのかなという感じがしますが、いずれにせよこれはおもろいゲームになってくるかなという感じがいたしております。この8位山形と9位千葉、これもぜひ見ていただきたいなと思っております。さあそして続きましては東京クラシックですね。11位町田と14位ヴェルディとのゲームということになります。まあ、どちらもちょっとここ最近調子が上がっていない、町田の方は4戦勝利がない、ヴェルディの方は6戦勝利がないというところでは、やっぱりちょっときっかけにしたいこの東京クラシックになるのかなという感じがいたしますし、ちょっとここ最近町田はゴールが取れてない、まあヴェルディもちょっとこの攻撃力得点という部分ではちょっと物足りない部分という部分では、まあちょっとこのゲームをきっかけにしてリスクを負っていきたいところでは、早めに点が入ると逆に動き出すのかなっていう、なんか点の取り合いになる可能性も潜めてますがという、東京クラシック結構シビアなゲームになっていくのかなという感じがいたしております。さあ続きまして2位の横浜 FC は15位ヴァンフォーレ甲府とのゲームということになります。横浜 FC の方は前節6戦ぶりの敗戦、ヴァンフォーレ甲府の方は3連敗で7戦勝利がない。ただヴァンフォーレ甲府は前節4バックでかなりリスクを負って出たなという感じがして、このゲームでヴァンフォーレ甲府が横浜 FC に対してどういう戦いを見せるのか、まあおそらくちょっと吉田達磨監督のインタビューとか見ててもこのゲームも行くんじゃないかなと、結構前がかりに行くんじゃないかなと、横浜 FC がそのちょっとこう
アグレッシブなヴァンフォーレ甲府の戦いに対して横浜 FC がどういう戦いを見せるのか、あまりまともに受けすぎるとかなりアグレッシブにきますので、そこは横浜 FC がうまくこのリスクを、まあ、相手のこの勢いを回避しながら自分たちのリズムに持っていきたいというところもありますが、ちょっとここ最近横浜 FC も、まあ、参戦勝てていないというのもありますし、ちょっと自分たちのリズムの時間が少ないかなというところでは、なんとか自分たちのリズムに持ち直したいゲームになってくるかなという感じがしますが、いずれにせよこの甲府の出方、このあたりをちょっと見ていきたいなと私は思っております。さあそして1位のアルビレックス新潟ですけれども、12位水戸ホーリーホックを迎えてのゲームということになります。新潟の方は前節、まあ、ちょっと厳しいゲームではありますが、勝ち切ったというところで2連勝、ここ最近6戦でも5勝1敗というところで着実に、勝ち点を重ねているアルビレックス新潟というところになりますが、新潟ホームでもあります。で水戸は現在2連敗でありますという状況こそ、この水戸のリバウンドメンタリティが出る可能性もあると。これは久々に水戸ちゃんパワー、まあ水戸ちゃんパワーはちょっと出てますけどね、あの攻撃非常にいい形出てますけど、アディショナルタイム出てますけど、アディショナルタイム、水戸がここ最近攻撃はいい、ただネットがあの思い通りに揺らせてないというところでは、この新潟ホームで水戸がいかなる戦いを見せるのか、どんな戦いを見せるのか、多分アグレッシブに行くと思いますが、そのアグレッシブさがこのネットを揺らすというところまでいけるか、これゴールしないとこれ新潟本当にまたこういう自分たちのリズムに持っていくというところもありますので、これはやっぱりこの水戸の戦い方がこのゲームの表情を決めていくんじゃないかなと、そんな感じがいたしております。まあ、ただあの新潟もね、またゴールキーパーの小島選手も非常にいいですからね、その小島選手の守るゴールを崩すことができるのか水戸ホーリーホックという感じがいたします。さあ、16位金沢は6位大分を迎えてのゲームということになります。大分の方はまあ前節で大宮と引き分けましたけども、やっぱり攻撃は非常にいいなと、特にやっぱサイドからの攻撃が非常にいいというところで、金沢がその大分のどの部分を抑えにかかるのか、サイドを抑えたら中もまあ攻めることができますという大分ですけども、金沢がどのあたりをこうしっかりと抑えていくのかなと、その守備がピタリとはまれば金沢にももちろんチャンスが出てくるかなという感じがいたしますが、6位の大分、今こう4戦負けなしですし、このまま終盤戦を乗り切っていきたいと、まあでも本当に攻撃は好調かなという感じがいたしておりますが、金沢がいかにこの守備をするかというところも見ていきたいと思います。さあそして22位の FC 琉球は17位山口とのゲームということになります。 FC 琉球はここ最近5戦勝利がない、まあ3分け2敗というところで、まあ、勝ち点は1ずつ加えている部分もありますがというところ、まあ、多分琉球のちょっとロングボール気味に、のボールが出ての攻撃というところもなってくるでしょうが、ここが山口ディフェンスラインがちょっと高めなので、もしかしたらそのロングボールからがすごく有効になってくる可能性もあるかなという感じがするんですけど、ただ山口のそのボールのこのボール回しとかは本当にゲームを支配する力ありますので、山口がペースをつかむ前に琉球はどん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 こう攻め込んで、山口の攻撃をできるだけ後ろから攻撃をスタートさせたいという部分はあると思いますが、そのあたり琉球がそのロングボールとかの中から、自分たちの守備の中からいかに攻撃に持っていけるかということになってくると思います。FC 琉球の方は、この山口と戦った後これで3連戦が終わりますが、次節はアウェーで栃木とのゲームということで、結構まあ順位が、まあ下位のチームとの戦いということで、まあ、琉球も非常に大事な9月になっているのかなという感じがいたします。さあ19位大宮ですけども、18位栃木とのゲームということになりまして、これも結構順位も近いし結構シビアなゲームかなという感じがなりますが、まあ、大宮はホーム連戦でもありますし、ここ最近は2戦負けていないというところで、なんとかこれもしっかりと、勝ち点を重ねていきたいゲームになってくるかなという感じなんですが、で大宮の方は、まあ、もちろんコンパクトな守備というのもあります。ただ栃木も、本当にこの、守備だけじゃなくて攻撃も非常に良くなっていると
いうところもありますので、大宮はあまりその逆に栃木の勢いを受けすぎたくないなというところがありますが、これ本当に切り替わった瞬間、特に大宮は切り替わった瞬間にチャンスをつかむところがあります。だからその本当にこうボールを持っているようなところから切り替わった、攻守が切り替わった瞬間が大宮にも栃木にもチャンスが来るかなというところでは、本当にちょっと目の離せないゲームになってくるのかなと私は思っております。さあ、そしてラスト、これだけ月曜日のゲームになりますが、ロアッソ熊本と岩手グルージャ盛岡とのゲームということになります。熊本の方はここ最近4戦負けなしと、まあ、前節は引き分けたというところもありますが、4戦負けなしということになっております。まあ、多分熊本はまあどの相手でもまあやり方変えないと思いますが、岩手がどういう戦いを見せるのか、でもただ岩手グルージャも岩川も前節千葉戦非常に内容的には良かったかなという感じがいたしますので、岩手もしっかりと守りながら自分たちのこの縦に速い攻撃を出すことができれば、だから熊本もやっぱりボールつないで攻撃のシーンではゴール前に人数かけます、迫力あります。前に人数かける分後ろには多分スペースがあると思いますので、岩手がカウンター発動できる可能性も十分あるのかなという感じがいたしますが、熊本にとってはこのホーム連戦を生かしたいというところもありますし、これもなかなかスリリングな展開なゲームになっていくんじゃないかなと私は思っておりますが、月曜日は1試合、5位熊本と21位岩手グルージャ盛岡、こちらもだから他の結果を全て知った中で戦うこの熊本と岩手、こちらも注目してみたいなと思っております。ということで、まあ3連戦、まあね、この後もまだ連戦続くチームもありますが、基本的には3連戦の3戦目、37節残り6試合、基本的には6試合、まあ、他にはちょっと7試合のところもありますが、J2 の第37節、こちらもぜひ楽しんでいただきたいと思います。以上でございます。失礼いたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。